初めまして、ヌンタンです。よろしくお願いします。今日はすべてコピーをやるんですが、ヒイラギという知ってる方は多いんではないかと。札幌の、もともとは札幌の、アコースティックデュオだった方々の裸という曲をやります。よろしくお願いします。
2曲目は、ザ・イエローモンキーズのジムという曲で、まあ、知ってる方は、まあ、こっちの方がきっと多いんではないかと、まあ、知らない方でも一度は聞いたことはあるかもしれないので、実は結構思い入れの深い曲なんですけども、まだまだ練習不足で未熟なところはありますが、私実は今日が初ライブなので、ぜひ最後まで聴いていってください。よろしくお願いします。
次で最後になるんですけども、清志隆人さんのあなたにだけはという曲で、清志隆人さんは私はすごく好きなアーティストさんなんですけども、あまり私の周りでは知られていないことが多いので、ぜひもし知らない方がいたら聞いてみていただきたいです。少し重ためのラブソングが多いんですけども、まあ、そういう方が好きな方は絶対に1曲聴いたらもっと他の曲も聴きたいと思うので、私もそれで好きになりました。じゃあ最後までよろしくお願いします。あなたにだけは。はい、ヌンタさんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。はい。出演終わったらですね、本日は舞台左側に移っていただきまして、こちらとね、インタビュートークをしていきたいと思うんで、皆さんもね、楽しみください。はい、ちょっと片付けるのにお時間をいただけて、あ、もう大丈夫ですかね？いけますかね？はい、じゃあ行っちゃいましょうか。はい、ヌンタンさん、まあ、ヌンタンさんという言葉も面白いんですけれども、まずちょっと簡単に自己紹介などをいただけますか。はい、
ヌンタンと言います。ひらがなでヌンタンなんですけども、よくなんでそんな名前にしたのって言われるんですけど、うん、そうですね、はい、実はそんなに理由はないんですよ。ひらがなのヌが好きでっていつも言ってるんですけど、うん、はい、それは後付けです。あ、ヌから始まる言葉にしたかったのね。そうですね、はい、名前あのなんだかヌヌコとかそういう名前がして、はい、なんだろう、ヌから始まる名前ないよね。ありましたっけ。そうなんですよ、なかなかなくて、うん、ヌの子なんだかわかんないけど。あ、なるほど、そういうことだったんですね、はい。あの一応のオフィシャルなプロフィールはいただいてて、ロックバンドでもボーカルを務めつつ自分なりのアレンジを加えたジャンルにかからない好きな曲を歌うからこそ、性別年齢好みの異なるたくさんの人へ、幅広く活動する現役高校3年生のシンガーですというふうな形で書いてあったんですけども、はい、なんかかっこいいんですけれどもなんか名前の由来はもうそんな感じなんですね。はい、そうなんですよ。なるほど。バンドとかっていうのはどんな感じのロックバンドなんですか。バンドでは、まあうん、同じ学校ではなくて、やっぱり、はい、大学生の方々とかとやっているので、なかなか時間が、はい、合わなくて、あまりライブとかはまだやってないんですけども。あ、なるほど、はい、まだ組んだばかりで。はい、なんか今日の衣装から見るとなんかエモ系みたいなね、こうなんか叫びとかするような感じに見えるんですけど、ラップとかしそうな感じなんですけど、そんな感じじゃないんですね。そうですね、うん、これといったジャンルを決めていなくて、はい、それこそこの叫ぶとかのラウドロック系も大好きなんですけど、うん、あ、そうなんだ、はい、バラード曲も歌うしということで、うん、はい、じゃあモニタースピーカーに片足乗っけて歌う感じでそうですね。そうなんですか、はい、ヌンタンさん、アーシャいただいてます。ギターを抱えてなんかめっちゃかっこいいんですけどあれは結構バンド仕様なヌンタンさん。いや違いますね、バンドでは基本、まあ、エレキギターも弾くんですけども、うん、はいはい、ボーカルを中心にやっているので。あ、なるほど、ギターは弾かない。はい、なるほど。じゃあ 今みたいなスタイルですね、まさにそうですね、はい、はい、そうですか。バンドの方も楽しみですね。いやー、なんか明日ライブがあるんですって。あ、明日はですね、それこそ私、まあ、現役高校生ということ で、 そうですよ。今ちょうど学校祭真っ最中で、明日の学校祭が一応一般公開にはなってるんですけども、はい、実は招待制なのでぜひ来てくださいとはちょっと言えないんですけど、はい、招待されてないんですね皆さんはね、はい、まだね。そうなんですよ。残念ですね。でも、もしね、もし私龍谷高校っていうところなんですけど、うん、知り合いがいればぜひ招待券を分取って来てください。あ、そういうシステムなんですね。はい、招待券がないと入れないんですよ。なるほど、そうか。そうなんですよ、高校生なんですよね。で今日もなんか高校生っぽい格好してるっていう噂があるんですけどそれはなんかお披露してね、みんなに見せていただけたりはしないんですか。いや、ちょっと本当は制服ではちょっと着たくなかったんでそうなんです、はい、それが売りなわけじゃなくて、はい、そうですか。でもその中は制服と、はい、制服です。女子高生の、まあ、こう戦闘服着てる感じですね。元気 JK ということで、JK で。そうですか。いやいや、じゃあ普段は結構ロックな感じなんですね。いや本当にね、弾き語りの貴重なライブを見せていただきました、はい、じゃあ告知は明日のライブ以降は特に。はい、特には決めてませんね。たまに週1ぐらいで土曜日の夜中、うん、だいぶ深い時間なんですけど1時ごろとかになることが多いんですけど、たぬき工事とかで路上をやってることがあるので、もし何か見たことあるのが座ってるなと思ったら声をかけてくれると嬉しいです。何丁目あたりで。2丁目か3丁目あたりですね。へえ、そんな深夜とかだって朝までやってるんですか。そうですね、朝方、うん、カラスが鳴いたら帰るということですごいなあ。いや、なんか皆さんもねぜひね見かけたら、じゃあ僕もちょっと覗き行こうかな、見かけたらぜひよろしくお願いします、はい、ということで、はい、じゃあそんな感じで、あとツイキャスとかやられてるんですよね、はい、やります、うん、配信とかでね、ツイキャス、まあ、うちもツイキャスで発見させていただいて、はい、はい、
なのでぜひねツイキャスの方もまた楽しみにしています。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではトップバッターオープニングアクトのヌンタンさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。